どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、ちょっとね予想外だったんですけども、コメントの数がめちゃくちゃ激しくてですね、前回で、やめたろうと思ってたんですけど、どうやら、このかぐや姫を仲間にするまでやってくれと、仲間になった姿は見たいと思ってもね、コメントがいっぱい来たんでやったろうと思います。あ、なるほど。あ、これ月、あ、なるほどね。これ一周したから、あのこれまあ2周目なんですけど、あの報酬を受け取るがもうレベル11まで最初から進んでるので、あ、引き継がれるのね。 なるほど。だからこれ周回すればするほど最初からこの祝福が多く受けられて、あの強い状態からスタートできますよみたいな、あ、そんな感じですね。なるほど。あーはーはーはー。だからまあ1回目より2回目が早くなり、2回目より3回目が早くなるぞという感じですね。ただまあこれ放置せずにやってたらめちゃくちゃしんどいの知ってるし、まだ2週目で、こんな2時間切れるとかいうわけがないので、ちょっとまあ2週目はですね、ちょっとまあ放置混じりに、ちまちま進めていって、この次の週ぐらいでちょっとガチるかなってな感じですかね。まあとりあえず進めていきます。はい、レベルが上がっておりました。やっぱこの祝福のレベル上げるのはやっぱだいぶでかいみたいで、現在レベル14で30まであるんで、これまあ全部アンロックしたらだいぶ早くなるのかなと。まあ、こんな感じで放置してたらいつの間にかお金貯まってるので、その貯まったお金でレベル上げてまた放置して、それを今繰り返してます。ただね、あの祝福を得るためには、1ブロックね、1立方体壊すごとに1個経験値が、ゲットできるんですけども、なかなか途方もないですね。やっぱ序盤は土が柔らかいのでサクサク掘れていくんですけど、やっぱ終盤に行けば行くほど1個掘るのにだいぶ時間がかかってしまうので、今回でまあ20までレベル上がるかなどうかなぐらいですかね。まあとりあえずお金貯まったらこの辺の施設を、レベルアップしてまた放置してを、とりあえず繰り返してクリアしていこうと思います。はい、もうちょいでクリアっていうところまで来ました。このゲームは放置ゲームと言いつつですね、画面つけとかないと掘ってくれないんですよ。画面消したら掘ってくれないから、結局こいつ起動してる間裏で別のゲームやるとかできないんですよ。なので結局今日は他のゲームの素材が取れずにですね、ずっとこいつと格闘してました。30分に1回ぐらいこいつ見てレベル上げてみたいな、まあ、その繰り返しですね。ほんで全然レベル上がんなかったです。16までしか、まあ、ギリ16まで上がるかなどうかなぐらいですね。ほんでもう硬い、地盤がもう硬くて全然進まんくなってきとる。もう間もなくでクリアかと思われます。まあ、今回は放置したので8時間半ということで1回目よりも記録は下がっておりますが、まあ、だいぶ祝福のプラスが結構でかいんでね、このゴールドになってるやつは壊すとお金が4倍になるよみたいな、ちょっともらえるお金が増えたり、まあ、主人公たちの、掘る力がちょっと増えたり、まあ、そんなボーナスはありましたが、まあまあなんだかんだ8時間ちょい放置すれば、掘れますよと。 OK、封印は解かれておりませんと。もう何にもなかったことにされるからね、俺の8時間半全く今はもう意味ない。何の報酬ももらえないし、この8時間半はいはいお疲れさんでしたみたいな1ページのコメントがあってそれで終わりなのよ。マジでないがしろしすぎやろお前。8時間半やったやつもうちょいなんかねぎらいとかねえのかよ。ということで、ちょっと3週目は、ちょっと放置はせずに、ちゃんとやっていこうと思います。まあ最初からもうすでにね仲間がだいぶいるので、まあ多少これ全部ね16個、報酬受け取りまくるのもめんどくさいんですけども、これで和子が仲間にできるのはでかい。最初からいるからね、キャッチコピーがもうえげつないがこいつは。まあ機敏だとか村の知恵者とかじゃなくて、こいつスズメだったんすよ。太ったスズメってなんだよ、何をどう直訳したらそうなるんだよ。まあとりあえずまあ最初から人間はほとんどいる状態なので、
まあペースは序盤は結構早いんじゃねえかなっていう感じですね。ちょっと今やばいですね。まだ20分ぐらいなんですけど、もう 100m 行けてるんですよ。ただまあこっから地盤が硬くなることを加味すると、ギリでいけるのかな、どうなのかなぐらいのペースではありますかね。さあ、で今爆発してくれたのもでかいですね。土を掘った時に出てくるなんかエナジーボールみたいなやつの特殊効果で 0. 何パーの確率で1フロア分ガッて削れるみたいな、あのボムのやつですね、はい、あれが発動したりするとペースはまたどんどん上がるので、アスカと、ニタロウが今回ボムを持っているので、ボムの発動に期待ですね。あ、カズコもあるわ、カズコもボム的なやつ持ってるわ、まあとりあえず今そんな感じです。結構なペースで進めてるよって感じですね。さあここからは30倍速でお届けします。地球を掘り抜け放置ゲームっつってんのに全く放置できないんですよ。もうこのゲームはずーっとやることがある。主人公のたちのレベルを上げる、あとはこのリフトのね土を運ぶ装置のレベルを上げる、でその土を運ぶウサギのレベルを上げる、倉庫のレベルを上げる、それ以外にも掘り出し物の土を掘って、どの能力を上げるか選ぶとか、もうやることずーっとあるんですよ。だからまあスピードが速くなってるのはありがたいんですけれども、その分やることもずーっとハイペースで訪れるんで、のんびりこの掘るところを見るみたいなそんな時間ほぼねえんすよ。ただ、まあ、今までの苦痛に比べるとですね、ちょっとずつ、掘る速さが速くなってくれているので、まあ見てられるかなぐらい。ただ言うて30倍速でもなかなか退屈でしょこれ。結構な苦行でした。はい、ひしこいて頑張ってきましたが、残りが 60m で、あと51分、だから風速1メートル以上掘らないといけないんですけども、現状1分で1メートルは掘れてないんですよね体感。なのでちょっとボムがめちゃくちゃ発動するとかそんなのがない限りちょっときついかなっていう状態ですね。もうさ、こんだけずっとやらされてさ、しかもね12分ごとに加速をねずっとフルにする広告も30秒広告2回見ないといけないんですよ、とかもずっとやりっぱなしで、で結局これクリアしてもさ2時間切れなかったらお疲れ様でした、次は頑張りましょうみたいな、また1ページでまた通常ステージ戻されるんだよ。やってられねえよこれ。もうここで決めたい、ここでマジで決めたいけど、ペース的にはちょっときつそうな感じですね。ちょっとやっぱ土が硬すぎる、200超えてからの。絶妙よこれマジで、今相当絶妙なラインにいます。あと40分で 45m。 ボムの発動次第ですね。ボム発動もしくはなんかここでいいアイテムを掘り当てるとか、なんかその辺ないときつそうですね。今ギリだな。はい、あと30分で 33m。 風速1メートルでは足りない。ただ3回ボムが発動して、1分1メートル掘れてたらいけるぞーですけども、また地盤がちょっとね1段階硬くなっとるんですよね。ちょいきついかな。1マス掘るのにやっぱ結構時間かかっとるんですよね。ただこういう能力が発動してくれると気持ち加速するから、絶妙なライン。ダメだな、分速1メートルをやっぱ超えられてない。落雷が結構今でかくなってるから、やっぱもうちょいレベル上げてからやんないと。これ投げ、溜まったよし。これスキャンしてから開けないとね。はい、外れね、丸球体以外は外れです。ハンマーがもったいない。ああ来た、ああ報酬を受け取れる。これでこれがさどれぐらい強くなるのかわからんのよな、採掘力アップ。どれぐらい、ああちょっと待って、あちょっと待って、これめちゃくちゃ強くなってない？あちょっと待って、めちゃくちゃ掘れる。あちょっと待って、めちゃくちゃ掘れるようになってる。あこれもうちょっと明らかですね。4倍ぐらいなっとるわ。
掘る能力が M いってるのが一人いたかどうかぐらいですけど、こいつしかいなかった、イサムだけだったんですけど、あ、もう余裕ですわ。このペースは、本当に100階層ぐらいの速さで掘れてるから、やっぱこれレベルの恩恵がクソでけんだな。あ、このペース20分で22メートルやから全然余裕っすね。あ、これはいただきました。あ、だからこれがでかいんだね、やっぱね、レベルアップ恩恵がね。さあ、ここから30倍速でお届けします。いや、もうね、ほぼクリアが確定というか、2時間切れることが確定したって分かってからがね、もう楽しくて仕方なかったですね。いつ終わんだよこの苦行って思いながらずっとねやらされてたんですけども、やっと終わりが見えるとね、やっぱこんなにすがすがしい気分なんだなっていう感じで、おわ、ほれ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 っていう感じでね、すごい楽しかったです。はい、もう間もなくでかぐや姫が仲間にできそうです。あいつかぐやがどれぐらい、なんかめちゃくちゃ非力とかやったら嫌なんですけどね。力でも、まあさすがにお助けキャラ的にイベントでゲットするキャラやから、それなりの速さとそれなりの力は持ってる気がするんですよね。通常ステージでどんぐらい働いてくれるかが、まあ楽しみでしかねえですね。で、あと、あの上で土を運んでるウサギもなんか仲間になるっぽ。おお、かっこ、まだ挑戦できますじゃねえよ、誰がやんだよバカ野郎が。誰がこんな苦行進んでやるか。さあ、ということで、かぐや姫を仲間にしていきましょう。いやー、長かったぜー、マジで。さあ、おー、仲間なった、ええやん。さあ、お、え、なに、浮いてるだけ、お前掘れよ。え、ちょ、あいつ何やってんの、マジで。プカ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 、おい、このクソ甘よ、おめえを仲間にするのどんだけかかったと思ってんだよ。ちょ、待って、マジであいつ何上から見てるだけ。ちょい、あー、なるほど。あ、くるりんってやって雷落としてんのか。お前全しょぼいわ。たまーに雷ズドンってやって1マスだけ壊してますよあいつ。ほら、くるりんって回って、なんか今雷見えた。ちょっと待って、マジで、頻度が少ない、しょぼい、お前いらねえよ。じゃ、まあいいよ。ただ、うさぎたち仲間にしたら、あとこのかけらも全部集めると、なんか恩恵が絶対あるはずやから、月の秘宝。はいはいはい。まあまあまあ、とりあえず報酬は全部もらっときましょうか。で、あと運ぶうさぎとかもいるはずなんで、はい。ああ、こいつはでもでかいよ、運んでくれる、ね、ああ、何これ、え、これ、ちょっと待って、いや、もうどうでもいい、お前何働かねえの、ただいるだけ。ちょっと待って、お前空プカプカ浮いて雷1マスだけ落とすやつと、ただ飛んでるペット、これがどれぐらいの効果があるかよ。この石板で3つ集めたぞ、運が 1% アップ。もういらねえよ、全部いらねえ、全部いらねえ。